ばんは。こんばんは。今来た、始まったばっか。こんばんは。こんばんは。見て見て、これさ、アップティーのやつ、アップティーのやつ、アップティー作れるれる、出店無料、アップティー作れるれる、出店無料、アップティーのやつ。これ変なウサギ、私でも描けそう。これですね、アプティのやつ着てるのだ。可愛いでしょ。なんかさ、ちょっとあの挨拶回りあるじゃないですか。挨拶回りのさ、ポスサインのポスランダムのポストカードを書きながらやろうかなと思ったんだけど、マジックペンがなかったんだ。マジックペンがなくて、そう、書こうと、書きながらやろうと思ったんだけどなかったから、どうしようかなーって。ちょっとさ、一瞬さ、カバンの中からさ、マジックペン探してきていい？なかったら諦めるね。諦めて、普通にちょっとさ、用意が足りないよね。カバンの中、なんかカバンの中に前さ入れた気がしてるんだよね。ちょっと探してくるね。待ってて。ちょっと待って。じゃあその間に私への質問を考えててください。質問を答えようかな。絶対カバンのどっかにさ、この前入れたんだよね。だからあるはずなんだ。ある自信があるんだ。ないかな。じゃなかったら諦めよう。あ、待って、あるっぽい。ちょっとあったわ。でもインクが出るかは分かりません。ちょっとあったわ。書こうと思ってさ、持ってきたんだよね。よしで、ちょっとあの色出なかったらどうしよう。書くね。あ、出る出る出る、いけるわこれ。ありました、カバンのペンケースに入ってた。こうやって見せていいのかな、サイン。サイン、なんて書こう。サインと、もう一言何書こう、迷ってる。じゃあ私に質問してください。質問に答えながら書きます。今日ね、でもね、あのお昼っていうか夕方に書き、後夕方ね、夜じゃないけど、あのね、かき氷食べに行ったんです。美味しかった、かき氷めっちゃ美味しかった。ちょっとでも高いなって思った。でもそれを出す価値は 100% あるなって思って噛み締めて食べました。とっても美味しかったです。サスケ、ひるちゃん、サスケ出れるかな。まさえさん頑張ってほしいな。質問、ポーチ買ってない。もう買うやつはもう決めた。メイクポーチでしょ。メイクポーチは
もうね、靴買ってないんだ、心は買ってるんだ、買ってる気持ちで言います、買ってる気持ちだけど、まだ買ってはないの。あのね、あ、これにしようっていうのはもう決めて、そう、ただの氷だと思うと負けよね。そう、あのかき氷は氷だと思っちゃダメなんだよ。てか全然氷の感じしないけどね、私はもう、あのかき氷だって高いし甘いし美味しいし、全然私は払う。ポーチね、なんだっけ、あのポーチにしたんだよね、なんか雑誌の付録、付録じゃないけど、そうにしました。ちょっとかぶるなと思ったんだけど、いいやと思って、なんかそんなこと気にしてたらさ、気にするってかさ、間違えちゃうから、なんかすでに人が持ってないやつがいいのかなって思ってたけど、なんかいいやと思って、やっぱ使いやすさと欲しいもの重視だよね。これなんか自分が使ってて気分がさ上がるやつがいいなって思うから、来週のアンレイムのコールは超絶とか、アンレイムってなんだろうね、なんかいつも思うけど、でもコールあんまりそういう系じゃないのかなとは思います。なんかどうだろう、あんまさコールするタイミングもあんまないのかなって思うし、なくても私は結構いいかなって思う、思ってるかな。コールどういうのがあった方がいいのかな、地蔵え、なんだろう、どうやわかんない、どうしたらいいんだろう。あのなんか、でもなんか超絶とかじゃないのかなとは思う。でもなんかみんなでなんかいい、なんか繰り返しのフレーズとかは一緒にみんなで歌えたら楽しいなと思う。キラキラチューン絶対さみんな楽しいと思うんだよね。フリーまださ全部見てないでしょ。でも難しいんだよね、アンレイムのフリーすごい苦戦してる、いつもとっても苦戦してる。でも可愛いんだよね、ペンライト必須だよ。なんか可愛いコール作りたいね。でもちょっとあんまひなちゃんセンス感じないんだよね自分に。どうしよう。キラ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 うちらうちらとかわかんない、どうしたらいいんだろう。でもキラキラチューンは多分今までのアンレイムの曲の中で一番明るい気がする。ビートガールより多分明るい、ビートガールも明るいなって思ってたけど、ひなちゃんアンレイムは赤色、ピンクはね、あのね、あのね、鈴鹿ちゃん、キラ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 うちらうちらってみんなが言う、うちらって、うちらうちら、ひなちゃんたちがこうやってやってる間にみんながうーマイクないや、うちらってやるのかな。この可愛いよね、この振りめっちゃ好き、めっちゃ。なんかでもなんか YouTube のコメントからで振り可愛いってなんか言ってくれたりしてんの見て嬉しかったです。ルーさんが振り付けてくださって、え、でもみんなも愛されする首の、うちらうちらってやる。でここさゆいの愛されがめっちゃうまくてさ、もうどうしようって感じ。これなんか動きながら愛されするの難しいんだよね、まあ得意じゃないや。でもみんな一緒にやる、うちらうちらってペンライト吹くってやりながら、うちらってやる、絶対面白いんだけど。え、でもこれでもいいよ、こうやってやる、うちらってだ、面白い、みんなでやるか。そう、すずちゃんもアイソールうまいんだよね。首湿布あるの、
え、アイスレって首痛くなるのかな、わかんない。うちらうちらにしよう。ラッキー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 でごめんねごめんねにしよう。どう、結構ありじゃない、結構ありありじゃない。あ、でごめん、そう、てごめんね、てすいすい、ごめんねごめんねにしよう。どう、ありじゃない、結構、うん、結構ありな気がする、結構ありだと思います。よし、これに決定にしよう。in 神奈川にしとこ。神奈川ちょっとサインの量が多いんだよね。ね、そう、振りめっちゃキャッチーでさ、可愛いんです。そうなのよ。てかさ、めっちゃ楽しみ、滋賀コレクションとか大阪でさ、リリーベができるの。もう大阪大好き。大阪ってご飯が美味しいじゃないですか、だから楽しみだな。滋賀行ったことないんだよね。京都とか、京都とあの大阪はあるけど、あるけど滋賀はない、滋賀はないっすね。サインいつも何枚わかんない。でも神奈川はやっぱ多いよ。神奈川、まあ、神奈川さ4公演あるから多いけど、4、5、20、あー、まあでもでもって感じか。でもでも多い。ちょっと神奈川さ、もうあの計画性がなくてさ、書いてなかったから、ちょっとあのすごい期限まですごくあの焦って書きます。最近長崎と熊本と鹿児島、え、九州じゃん、初めて行った。熊本と鹿児島はないな。長崎は修学旅行で行ったけど、でもそれでもさ、長崎あんまり観光してなくて、正直なんか教会をめっちゃ巡ったから、あんまり長崎だから、ゆいのさ帰省企画とかあったら本当についてきたい。長崎楽しかったから行きたいな。みんなの地元帰省、福井はさ出張公演で行けるからすごい楽しみ、すごく楽しみですね。楽しみ。みみみみみみ、最近セミもあんまり聞かなくなったな。夏の終わりを感じるってことですかね。ね、みみみみ。でも秋ってさ、どういう服がいいんだろう。メールにね書いたんだけど、秋ってどんな服がいいんだろうなって。でもさ、ちょっとチェック、茶色系のチェックのさスカートとか可愛いよね絶対。最近お洋服見るの楽しいから、どんな服着ようかなって思ってる。でもなんかこのままだとさ、秋すごいさ、ホップステップな冬みたいな感じで、冬来そうな感じしません？秋通り越してなんかホップって感じな気がする。秋はもうホップステップ冬みたいななりそう。秋はもうなんかケンケンのケンぐらいしか入らなそうな気がしてる。どうなんだろう、だって今9月入って、もう9月って秋だけどさ、もうなくなっちゃうんじゃないかな。秋、食欲の秋、運動の秋、読書の秋と言いますが、秋ね、私はでも冬派ですね。ね、残暑からの冬が早いよね。もはやなんか
秋がさ、残暑がなんか夏残りすぎだよね。夏の主張が激しすぎる。夏って絶対目立ちたがり屋だよね。そんなに主張しなくてもさ、夏って十分印象強いのにさ、残暑っていうものでさ、すごい自分をアピールしてるよね、夏って。ね、秋にも見せ場作ってあげたいよね。やっぱ秋さんだってさ、もっとさ自分を主張したいと思うんだよね。でもさ、夏の主張によってさ、残暑っていう主張によってさ、秋の見せ場がなくなってさ、なんか冬はさ見せ場とかさないよね。もう冬は来るもんじゃん、夏と冬は。正直だからさ、見せ場とか作ろうとしなくても十分印象強いのにね、冬って。夏冬って思うよね。うわ、最悪蓋開いてた。もうサイン書くの飽きちゃったねって思いますよ。どうなんだろうね。でも秋意外と好きだよ、過ごしやすくて、ご飯美味しいし。でも夏の方が好き。いや、そんなことはないな。やっぱそんなことはないですね。全然早い、飽きるの早い。まだ飽きてないよ。でもこんな書いたよ今、こんな。蚊がいる？映った？蚊？いないよ。蚊いないよ。結構書いたっしょ。全然だけどね。見る。これ見せていいの？わかんない。書かないと。なんて書いたらいい？教えてほしい。なんかさ、どっかのさ公演の時に一番最後に書いたカードにラストに書いたよ、大当たりって書いた気がする。なんて書く？なんて書く？すごい、みんな好きがいいの？サインカードなのにみんなって書いちゃった。シークレットだから見せちゃダメなのかな。ダメかな。ダメか。まあでもあれ、こんな感じだよっていう、あのサンプルね。ちょっとサンプルだから、モザイクサンプルでーす。こんな感じね。こんな感じ。オッケー。これさ、私のファンじゃない人もさもらったら嬉しいのかな。私のファンじゃなくて、例えばじゃあさえちゃんのさファンの人がさ、好きだよって書いてあるやつさ、とっても嬉しい？わかんない。もう嬉しかったらいいな。なんて書いたらさみんな喜んでくれるの？トレードしないで。あ、でもトレードしていいよ。ひなちゃんのこと好きな人がもらってほしいな。もう見て、みんなこれもうかわい
おみくじ風。うん、じゃあ大吉書いとこ。大吉ってどうやって書くんだっけ。上が長いのか。大吉、大吉、ラッキーアイテムは、このペースじゃ書き終わらんな。ラッキーアイテム、ちょっと書きながら喋っちゃう。あ、これ我ながら上出来だわ。まあ楽しみにしていてくださいな。楽しみにしててね。どんなのが当たるんでしょうかね。楽しみ。でも神奈川さが来ちゃったらさ、ツアーがさ終わっちゃうって思ったらすごいさ寂しくない？なんかって思う。ユニットね、神奈川限定ユニットね、あんな曲やそんな曲ですよね。なんか長いようで短かったなって感じ。なんか寂しいわ。でも骨骨ワルツね、大丸のさやつ超楽しみ、見に行きたい。ユニット何やるの？言わないよ。まあ言わないけどさ、なんかあんな曲やこんな曲なんですよ。あんな曲やこんな曲をやるんですよ。振り踊っちゃいそうになったよ。危ないじゃん。もうすぐそうやってはめるんだから。でもね、めっちゃ楽しみな曲ある。超楽しみ、楽しみ、楽しみ。台湾撮影できるんかな。アンネーム、アンネーム確か全部撮影 OK だった気がする。なんか学園祭も全部、台湾も OK だった気がする。多分、多分 OK だよ。多分 OK。 大好きにゃん。見せちゃった見せちゃったじゃん。ねえ、ちょ、見せたらさお楽しみがなくなっちゃうじゃん。なんで見せたの自分。もう、あ、にゃんにゃんひにゃにょう、ありドボンのかスタンシュタンプさ、全然私のやつ汎用性ないんだけど、なんであれにしたんだろう自分。
タンプ考えたの誰だよって言われながら自分に思っちゃったよね。そう、空調音がする。もうドロー28だよ。8数なんか、でも8出したいなって思えば思うほど8って出ない。なんでだろう。え、挨拶回り大阪公演の時見せかけとした。え、嬉しいね。もし交換しないでね、交換しないで。私のもう記念に1枚ぐらい持っててくれてもいいよね。ひなちゃんの持っててくれていいよね。もう交換しないでって書いたらしづらくなっちゃってかわいそうだから書かない。わあ、なんて書こうかな。好き好き。漢字間違えた。あ、でもごまかせる。ごまかせるっていうか多分大丈夫。ちょっと漢字間違えちゃった。多分でも大丈夫、わからない。色ペン使いたいな。後で色ペン使おう。さっき大吉変えたから小吉変えとこ。小吉、小吉って面白いかな。小吉ってさ、結局いいのか悪いのか分かんないよね。吉とか。最近ひなのちゃんを知って10年ぶりぐらいに AKB にハマってます。びっくりだって。嬉しい。 AKB10 年ぶりってすごいね。 AKB ってほんと長い。嬉しい。そんな人、なんかみんな昔からさ AKB のこと知ってくれてるみんなに、なんかひなちゃんの気になって戻りましたとか書いてあったらめっちゃ嬉しいね。そういうのすごい嬉しい。まあそうじゃないのも嬉しいけど、なんかすごい嬉しいな。小吉、小吉、小吉。小吉、中吉書くの忘れたから中吉。え、みんな何当たりたい？結局さ、おみくじって何がいいんだろうね。大吉が一番いいのはいいとして、さ、なんだろうね。思うよね。あ、ひな吉ありだな。なんかたぬ吉みたいじゃない？豆吉とたぬ吉みたいな。全部大吉よくない？それはそう、それはめちゃめちゃそう、そうですね、それはそう。でもさ、やっぱおみくじってさ、いろんなのがあるから楽しいよね。中吉、大丈夫、大丈夫。ちょっと中吉の人には励ましの言葉を書いてみました。見せたいから見せよ。で、
中吉大丈夫、全然ほとんど大吉だよって書いておきました。これさ引いたら嬉しくない？多分中吉大丈夫、全然ほとんど大吉だよって書いていた。神奈川感ゼロ。小吉はちょっと励ませないな、どうしよう。小吉ってでもさ全然上じゃない多分。で大中小でしょ。22時15分までとにしてたけど1時間ぐらい配信してもいいよね。いっぱい配信なんか書いてたらさ、すごい時間経っちゃったけど、もうちょっと配信していいよね。書き終わるまで配信したらもう12時超えるどころかもう明後日ぐらいになっちゃいそう。小吉は大はこうしよう。これも励まし。どうしよう。励ましたいよね。これ知らない人がさ撮ったらさ、はいってなるよね。はい、小吉大とか中とか小とか関係ない、フレフレって書きました。もうさそうなったら大吉の人が逆に報われないみたいな感じある。てか大吉なのにさ大吉の人にラッキーアイテム書いた気がする。もうすでに大吉なのにもっと大吉になっちゃうわ。ラッキーアイテム書いたら。普通ラッキーアイテムってさ占い最下位とか今日の人だよね絶対書くの。ミスった。大吉がもう特大吉になっちゃう。バフかかってしまう。さらにバフね、バフがかかってしまう。いっか、名言書くのありじゃない。明日は来るけど昨日もあったみたいな名言書いとく。でも受け取った人が全く嬉しくないよね。ちょっとどうしよう。名言書いていいかな。名言集作りたいな。明日は来るけど昨日もあったよにしようかな。明日ももちろん来るよ、昨日もあったみたいな。名言え、でも待って嬉しくないじゃん。でもこういうの書いてもさ、ちょっと待ってこれはここら辺にあるのちょっと可愛いことつけとくね。ここら辺は違う、後で書く。名言集作りたいな。水飲もう。もうちょっとコンサートと関係あるさ書きたい。あ、幸せな今日は、どうしよう。あ、UR にしとこう。これかわいいわ、こういうの。UR にしとこう。UR
UR が一番ねレアですからね。やっぱちょっと UR にはもうちょっと一番ちょっとなんかキュンキュンなセリフ書いとこ。どう？これ本当にさ UR じゃない？アリじゃない？かわいい UR。 あーまあこれ UR 交換されたらちょっとショックだな。ショックっていうかショックじゃないけど、ショックじゃないけど推しメンゲットしてほしいからね。でもどうしようなんて書こう。にゃん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 だ。あ、もう過ぎちゃった。すっごい。じゃあ後で考えよう。幸せの名言書いとく。全然名言じゃないわ。ちょっと意味わからないカードになってしまった。まあてな感じで私のサインカード書きをの、まあ、一部刺繍を皆さんに見せました。じゃまあ、どれが当たるかはお楽しみにしていてください。来てくれる方はこうやってね、まあ、ほんのこれは一部刺繍なので、漢字が分かんなくて変な字になっちゃった。ちょっと字がちょっと変な字になっちゃったけど、一部刺繍、一部刺繍なら全部どういうこと。一部刺繍を見せました。道のりはまだまだ長いです。全然終わりそうにないんです。まあ頑張って書きます。全然楽しいので、まあ、もし今書いてたやつ当たったら面白いねって感じかな。ちょっとでも大吉とか当たったらバフかかっちゃうよ大吉に。楽しみだな、誰が引くか。ほんの一部刺繍。大吉。でもさ、UR がかわ、UR めっちゃいいよ。UR 超いい。SSR。SSR も追加しとこ。まあ、SSR ぐらいだよね。嬉しい。
SSR より下になっちゃうとちょっと悲しくなっちゃうから、ね、ちょっと S って書くの難しいの。UR で R だから R って書くの簡単。 SSR はこんぐらいにしとこ。SSR じゃん。SSSSSSR全然さ、 N とかもらっても嬉しくないよ全然。ちょっとなんか SSR のバランスめっちゃ悪いわ、なんか見たらすごい下手くそ。まあ味だよねこれも、手書き感。SSR N はちょっともはやね、 N だけじゃ量産しとく。本当に本当に N になっちゃうね。まあ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 、あ UR2 枚に SSR2 枚にしとく。ちょっとそんなことはしませんけど、まあどんな面白いのが弾けるかなって感じですよ。今日はさ早く帰ってきたから後でお昼寝して、お昼寝ちょっと夜寝してお風呂入って寝ようかな。さっき夜ご飯でケバブ食べたからお腹いっぱいなんだよね。もう寝れそう。お昼寝じゃない、夜寝夜寝。お夜寝です、お夜寝してお風呂起きて、お風呂でもお夜寝するぐらいだったらさ、もうお風呂入って寝た方がいいと思うんだ。そう、お夜寝は仮眠です。ちょっとお夜寝するタイミング時間でもないな。いやどうしよう、迷うな。まあ気分によって考えよう。寝れな、全然寝れる、寝れなくな、朝が起きれない。明日全然起きれない。でも明日何時に寝ようかな。9時にお家出て、明日でも7時半ぐらいに起きようかな。コンタクト買いに行きたいんだ。メイクポーチ買いに行かないと、買いに行くってかネットでポチポチしなきゃいけないから。目代わりの入金もしなきゃいけないんだ。ポチポチしよう。ポチポチしてコンタクト買ってメイクポーチ買って寝ます。楽しみ、届くの楽しみ。今日はメイクしてるんです。でちょっと髪の毛ボサボサなんだけど、見て、ここのさ、この姫カットが伸びてきたんですよ。
もうこんな長くなった、懐かしくないです？こんな伸びた、もう時の流れ感じる。最近この姫カットの長さで時の流れ感じてる。もう年月とかよりもこれで一番時の流れを感じてます。そう、いなくなったと思ってたでしょ、こんなに伸びました。今初めてショールーム入った人はこれを見て怖って思っちゃう。そう、でもちょっとそろそろ髪の毛整えに行こう。トリートメントしてしに行ってきます。髪ツヤツヤにしてこよう。今ボサボサだからアイロンかけてないから、今度してこよう。うわ、美容院定まってた気がしたんだけど、どうしようって感じ。職場に定くっぽいの立ってた？なんでそういうこと言うの？怖くなるじゃん。怖くなっちゃうじゃん。美容師です。え、やってほしい髪の毛。でもトリートメント、美容室は定まってたけど、でも大丈夫、定まってた気がしてたけど、違うとこ行こうかなとも思ってる。どこでもいいんだけどね。そうだから行ってくる。髪は切らないよ。でもこれぐらいしか切らない、ちょぴっとだけね。行ってこよう。今日のまつげ見て、どうやって打ったらまつげ見れるの？どうやってやったら見せれるの？これまあこんな感じです。寄り目になってた。寄り目あんま得意じゃないそう、今日もまつげいい感じです。いやー、メイク楽しいですね最近。よし、じゃあそろそろみんなも寝てね。ウィバースに何か写真送ろうかな。ウィバース、ちょっと今日送ってなかったよから、ちょっとじゃあ今日は何か写真送るの。最近配信いっぱいするでしょ。配信楽しいからね。じゃあみんな寝るんだよ。ひなちゃんも寝ます。寝てね。あやす、あ、コメント読むだけの時間やっていいの？無言でさ見るよ。コメント読むだけタイムしていい？じゃあ、無言で15秒だけコメント見るね。コメント見るって本当に見るだけ。もう、でも何も。よし、コメント見まーす。すごい褒めてくれる。嬉しい。見えてるよ。うわー、すごい、いっぱい褒めてくれる。嬉しい。
またね。いいね、やっぱこのタイム。みんなすごい爆褒めしてくれる。ありがとうございます。楽しい。スクショ、スクショ。髪ボサボサだからな。いいよ、スクショして。ハートハートです。ハートハートってやっぱ可愛いよね。ハートからしか得られない栄養を感じます。カメラどこだろう、携帯ここ。よし、じゃあコメント言う、コメントじゃなくてランキング読みます。読みます。どこだっけ、ここか。トゥルトゥー、13位。おう、滋賀、滋賀だ。滋賀オットセイさん、ありがとうございます。あ、変わっちゃった。なんか読んだ瞬間さ、ひなちゃん最近変わるんだけどさ、なんでこうやって、そういう企みですか。もう一回読みましょう。いいよ、ひなちゃんが見た時は滋賀さん13位だったから。いいの。13位、えんさん、羊書いてある。羊、ありがとうございました。そして12位、筋肉愛好家さん、ありがとうございました。Thank you。11位、ゆういちさん、ありがとうございました。あ、違う、これのひよこだったわ。10位、きゅうちゃん、ありがとうございました。10。9位、ジロリンさん、ありがとうございました。8位、シンヤさん、ありがとうございました。 Thank you。 7位、漢字読めない、多分吉沢さん。吉沢、ごめんなさい、間違った。吉沢さん、ラッキーセブン、ありがとうございました。で、6位、SK さん、ありがとうございました。5位、ゆたかさん、ありがとうございました。そして4位、つなちゃん、ありがとうございました。3位、りょうさん、3位、ありがとうございます、ありがとうございました。で、2位、関根さん、ありがとうございました。2位、嬉しい、ありがとう。そして1位、356竹さん、ありがとうございました。1位、ありがとう。今日もありがとうございました。皆さん嬉しかったです、とてもありがとう、ありがとうございました。配信楽しかったです、今日もありがとうございました。じゃあまたショールームします、ショールームしますね。コメント読むね。ランキングのあっときのさ、あ、オッケーオッケー、もう読んだ。よし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 。じゃあみんな寝るんだよ、ひなちゃんも寝るから。またね、みんな寝てね、バイバーイ。あ、ゆみみの真似しよ。夢でも一緒だよ、夢でも会おうね。恥ずかしいね、これ。バイバーイ、おやすみ。本当に寝るんだよ。どこで終わるんだっけ、これ。あったあったあった。バイバーイ。
やすみ。